はい、今回ですね、皆さんからのリクエストが多かった初めて買ったカメラ α6400ZV-E10 買ったんだけども、じゃあ次にレンズを買うときにどういったおすすめのレンズがありますかっていうところのですね、皆さんのリクエストにお答えしての今回動画になっております。今回ですね、私がセレクトした3つのレンズっていうのはですね、すごく使いやすく、まあ価格もなるべく抑えたものをですねセレクトしてますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、それではですね、こちらの初めての α6400 もしくは ZV-E10 におすすめのレンズ3選というところのお話ししていきたいと思います。まずはですね、この α6400 につけているこのシグマのレンズ 16mmF1.4 のレンズがですね、まあ、おすすめになっております。こちらがですね、約4万5000円というですね、ちょっとですね値段的には高いんですけども、すごく描写力のいいレンズになっております。で、シグマって何なのっていうところなんですけども、ソニーとはまた別にですね、サードパーティー製のレンズっていうところで、レンズやですねカメラを作ってる会社っていうのがシグマなんですけども、安いけども写りが良いっていうところの人気のですねレンズメーカーになっております。で、こちら特徴なんですけども、 16mm というですね、まあ、すごく広角に写すことができるもの、もしくはですね F1.4 の明るさっていうところがですね、めちゃくちゃ、こちらのレンズのおすすめのポイントになっております。さらにはですね、描写力の高さっていうところもですねシグマは定評ありますので、この辺のですね写りの良さ、描写力の良さ、解像力の良さっていうところはですねすごくおすすめになっております。まあ、こちらですね α6400 を使っている方にはめちゃくちゃ人気のですねレンズになってますので、まあ、YouTube やっている方でこの α6400 持っている方っていうのはですね、ほとんどこの 16mmF1.4 のシグマのレンズ持ってるんじゃないかっていうぐらいですね人気なので、まあ、ぜひですねこちらのですねシグマの 16mmF1.4 のレンズ、試してみていただけたらと思います。ちょっと難点なのが重いっていうところですね。まあ、405g あるので、ちょっとですねこの軽い α6400 とか ZV-E10 にはですねちょっとフロントヘビーといって前の方にですね、ちょっと重みが来るんですけども、それをですね加味してもこのですね 16mmF1.4 のレンズっていうのはすごく描写力、明るさっていう点でですねすごく使いやすいので、この辺はおすすめになっております。続いて2つ目なんですけども、こちらがですねこのソニーの純正の 16mmF2.8 のレンズになっております。こちらですね、まあ、すごく純正のレンズというところと 16mm というですね広角のレンズ、先ほどのシグマと同じですね、まあ、広角のレンズになっております。さらにですね、小さい、軽い、安いの3拍子揃ったレンズなんですよね。まあ、このコンパクトさ見ていただけたらすごく分かりやすいかと思いますし、しかもこれ軽いんですよ、めっちゃ軽い、67g しかない軽さになっております。さらにですね、安いんですよ。こちらがですね、新品で購入しても2万4000円ぐらいというですね、さらに中古で買うと1万円切るぐらいのですね、価格で購入することができるので、すごくおすすめなレンズになっております。まあこれですね、ちょっとレンズ高いな、買うのがちょっと高いなって思ってる方は、このレンズ一つですね、まあ、すごく安くで手に入れられるレンズなんじゃないかなっていうふうに思います。さらにですね、もうちょっと広角で撮りたい、16mm でもいいんだけど、もうちょっと広角で撮影したいなっていう方はですね、こちらのワイコンというですねワイドコンバーターというものをですね追加で購入すればですね、さらに広角で写すことができます。これでですね、この 16mm ともう一つ 20mm というですね、まあ、レンズが F2.8 のレンズであるんですけども、こういうふうにですね、まあ、カチッとつけることができます。これによってですね、さらに広角で撮影することができるというですね、拡張性のあるですねレンズになっております。これでですね撮影すると 16mm だったものが 12mm というところの撮影がですね、まあ、できるっていうところで、さらにですね広角がこれによって可能になるっていうところになっております。ただですね、まあ、これ安い、まあ、軽い、小さいっていうところの3拍子揃ってるんですけども、ただまあ解像力とか AF っていうのはですね、まあ、普通というか、まあ、キットレンズとそんなにですね変わらないぐらい、同等かちょっとですね上ぐらいかなっていうところになってますので、写りとしてはですね先ほどのシグマには劣るんですけども、このコンパクトさ、そして拡張性の良さっていうところはですね、まあ、すごく使いやすくなってますので、この辺もですね選択肢として、まあ、安いレンズちょっと欲しいなって思っている方はですね、まあ、こちら選んでいただいてもすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。ちなみにこのワイコンなんですけども、こちらがですね1万4000円ぐらいとか1万円ちょっとぐらいのですね価格で買えますので、まあこれ中古で買いました、これも中古で買いましたっていうところで、まあ2万円ぐらいで多分買えると思うんですよ。で、その辺ですね、まあ、16mm 使う、 12mm 使えるっていうところの、まあ、この辺のですね幅広さっていうところと、このコンパクトさ、軽さっていうところで、まあ、ポケットに入れて持ち運んだりとかも簡単にできるっていうものになってますので、この辺はですね選択肢としてすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これでですね撮っても別にですね、あの全然写真なんかはですね問題なく撮れますし、逆にですねそれがなんかこう持ち味というか、
味だったりするですね、描写力だったりもするので、その辺はですね、一度使ってみて、あ、描写力悪いけども、これをですね、味として考えたら結構いいんじゃないかなっていう風にですね、まあ、思う場面とかもありますので、その辺ではですね、結構おすすめなレンズになってますので、まあ、こちらのですね、ワイコンと一緒に使っていただけると、さらにですね、幅広い撮影ができるところになっております。はい。で続いてですね、3つ目、こちらがですね、SEL35mmF1.8 のこちらのレンズになっております。まあ、この中で私個人的にはダントツに一番おすすめのレンズになっております。まあ、結構コンパクトですよね。はい、ちっちゃいんですけども、これ F1.8 という明るさですね、まあ、使うことができますし、背景もですね、かなりぼかして撮影することができます。まあ、写りっていうのもですね、結構いいというか、まあ、このコンパクトさで写りもですね、問題ない写り方しますし、まあ、コンパクトっていうところ154g しかないんですよね。で価格がまあ4万から4万5千ぐらいの間ぐらいで販売されているので、まあ、ちょっと高いぐらい、高いぐらいなんですけれども、一番バランスの取れたレンズ、この中のレンズで一番一押しのレンズになっております。写りもいい、明るさもある、そしてコンパクトっていうところの3拍子揃ったレンズになってます。さらにですね、プラスアルファとして、ここまで紹介してきた中で唯一ですね、レンズ内手ブレ補正をですね、まあ、搭載してますので、まあ、手ブレ補正をですね、こういったアルファ6400とか ZV-E10 っていうのはですね、ボディ内手ブレ補正をですね、搭載してないので、手ブレがしやすいっていうですね、ちょっとデメリットがあります。そこをですね、補うことができるのがこのレンズになってますので、このレンズを使うことで手ブレがですね、軽減されやすくなりますので、レンズ内手ブレ補正が入っている唯一のですね、レンズになってますので、この中ではですね、はい。その点ではですね、すごく、この中で一番相性としては、α6400 とか ZV-E10 に関してはですね、まあ、相性最強なんじゃないかなというふうに思っております。で、この辺はですね、この中ではですね、一番おすすめで、一番ですね、一押しのレンズになっておりますね。この辺ですね、よかったら選んでみていただけたらと思います。まあ、こういったですね、レンズ、こちらのレンズですね、いろいろあるので、この中から価格、自分に合った予算と、もしくはどういった使い方をしたいのか、どういったものを撮りたいのかっていうところで選んでいただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思ってますので、α6400 を持っている、もしくは ZV-E10 を持ってて、何かレンズを買い足そうかなと思った方は、このですね、レンズ3兄弟の方から選んでいただけたらすごくですね、まあ、いい写真撮れるんじゃないかなというふうに思うので、よかったらこの辺参考にしながらですね、まあ、購入検討してみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。The past is where it stays, way back a year agoI've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.